卵かけご飯は私も好きです。というのが好きです。あ、私も好き。はい。キムチとか納豆とか入れて食べるのが好き。あ、そうなんだ。うん、僕はもう何にもやらずに一切醤油と卵だけで食べるシンプルなのが好きですね。あ、はい、そうなんだ。関係ないけど、トシ君って左利きなんだね。そうなんです。そう、僕左利きなんですよ。ね。うん、ずっと左利きなんで。うん、ただね、野球とかやるときは、ボールを投げたりするときは右なの、全部。サッカーもそうだし。ああ、なんかサウスポーじゃないんだね、じゃあね。そう。だからなんか中途半端なんです。体のバランスがうまく取れてない、確か。だから球技すごい苦手なんです。へえ。あ、いいね、なんか、トシ君をボール攻めしたいね。球技苦手なんでしょ、うん、ボール全部あの要はバスケットボールの入れるカゴの中に俺を押し込めたそういうこと楽しそうだ楽しいんだ、うんうん、じゃあ花ちゃんが楽しいなら一回ぐらいやってみようかなやったじゃあ次行きます、はい、ラジオネームブロッコリーコンボさんからいただきましたありがとうございます。トシ君、花ちゃん、こんにちは。こんにちは。この間生まれて初めて池袋に行きました、うん、アニメイトに行きたかったんですが間違えて西口に出てしまい1時間くらい損してしまいました、うん、アニメイトではデュラララのキャンペーンをやっていて、うん、キャラクターの絵が描いてあるシールがもらえたので帰って開けてみたら、うん、なんとミカドとアイリのシールが入っていました。おー、ところでトシ君、ミカドって何の略は何も略してねえよ、ミカドは。たまにはアイウェオ作文でもお願いします。来てるね、みんな。略してねえから。え？ミカドは。有名だよ、ミカドの略。ミカドのみ。言ったな。みんなで笑おう。うん。か。かなちゃんと一緒に。うん。どうでもいっか。ひどい、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 ひどい。ストップ、ストップ、ストップ、ストップ。おい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 。何それ、私がどうでもいいみたいになったじゃないの。本当だ。私を巻き込まないでよ。ごめんなさい、ごめんなさい。本当だ、みんな、みんなで笑おう。みんなで笑おう。かなちゃんと一緒に。かなちゃんと一緒に。どうでもいい会話みたいになっちゃった電話みたいになっちゃったひどい、トシ君。有名なら花ちゃんわかるよね。ミカドのみ。耳ってさ会話劇できたぞ。耳ってさ、ミカドのか。かなちゃんさ、耳ってさ、かなちゃんさ、ミカドのど。どうなってんの？俺が聞いたみたいな感じかな。俺が聞いたのかな。私、福耳なの。うん、全然関係ないけど。そうなんだ。福耳なんだ。ちょっと聞いてほしかったんだよ。そっか、ちょっと見して見して。ほら。あ、ほんとだ。あ、これはじゃあぜひ、ホームページの方の画像かなんかに。やだ。やなんだ。トシ君にしか見せないよ。お、ラッキー。呪われるよ。うん、魔術的なこと。なんか魔力が込められてるのかな、その福耳には。この耳を見るとね、うん、みんなね、石化しちゃうんだよ。ああ、俺、全然してないけど。俺、全然してないけど。俺もスタッフもみんな誰もしてないけど。そうなんだ。そっか、石化した方が良かったのかな、じゃあ今。その花ちゃんの魔力を信じて。トシ君もメガネ外すとさ、うん、レーザー出るじゃない？出る出る。だからつけてんだもん、このメガネ。でしょ？メガネ取ると、もう無造作に放出する。ダダ漏れになっちゃうから。うん。何言ってんの、トシ君。皆さん、たくさん。